ちょっとね、表で電車の音とかちょっとうるさいんだけどね、さっきコンビニでプロテインバー買って新しいやつが出てたから、でこれゴールドジムって書いてある、ね、あまあこれ見てもあもう買うしかねえと思って買ってみたんだけどね、で店員値段間違えてるのかなってこれ350円するんだよね、高いね。でプロテインが 22g でエネルギーは、まあ、239カロリー。まあ、まあ、こんなもんかっていうね。まあ、なんか、チョコレート周りにコーティングされてるプロテインバーよりかは、まあ、いいんだろうけど。で、まあ、でも、このプロテインバーの特徴はね、なんか、割とこう、後ろのこのね、成分表を見ると、ビタミン系が結構多いんだよね、少し。普通のやつよりかはなんか数値が高いような気がする。でまあ表にもね、まあなんか、ビタミンのことをしてんだよね、こうなんか6種類のビタミン B 群とか言って。でもまあプロテインバーって所詮はタンパク質をまあ補給するような感じで取るわけだから、まあそんなビタミンなんて飯食いはいいんじゃないかなと思うんだけどね。まあそうだね、まあ、忙しくてなんかまあ飯ゆっくり食ってる時間がないとかっていうことであればいいんだろうけど、まあ、ここに保存食に最適なって書いてあって、まあ、どんな感じなのかなってね、中開けるとあのね乾パンみたいなあのパンみたいな感じなんだよね。こうちょっと開けてみようかな。もう1本食っちゃったんだけど、こんな感じ、こうパンなんで、ね、なんかパンみたいな感じなんだよね。なんかこう学校のね、小学校かなんかの給食で出てきそうなコッペパンみたいな。なんかこう写真っていうか動画で見るとなんかそんなにパンっぽくは見えないんだけど、結構ね、実物はなんかパンみたいなね感じなんだよ。でまあ実は味の方はね、ちょっと食ってみるでしょ。これ一応なんて書いてあるんだろうね。ミックスベリー味、ミックスベリー味なんだけど、チーズだね。これね、カロリーメイト。ちょっと味がないカロリーメイトみたいな。相変わらずね、口の中の水分が持ってかれる感じだけどね。まあでも。これ結構新しいかもね。なんか新しいっていうのはそのなんだろう、なんか食感もね、ちょっとこうやっぱベイクドって書いてあるだけにパンっぽいんだよね。ベイクドタイプってわかるかな、これベイクドタイプって書いてちょっとパンっぽくて、そんなにこう粉っていう感じはないんだけどね、口の中でも口の中入れてもぐもぐしててやっぱり粉だね、プロテイン系は。まあ、なんか初めのね、一噛み二噛みはなんかパンみたいなね、乾パン、なんか緊急事態の時に食うようなパン、あれの感じなんだけど、まあ、食ってるとなんか粉々になってくるね、口の中で粉々になってパサつくね、これ。まあでも味はね、俺はまあ嫌いではない。 あとどうだろう、腹に結構溜まるかもしれないね、これね。でもちょっとね、まあ、栄養価、まあ、ビタミンもさっき話した通りたくさん入ってるんだけど、ちょっと高い高い高い。